黄金屋を出た時に軍玉閣を見てなかったらどこに行けばいいかわからなかったな。間に合ったよな。渦の魔人はまだリーユエコーに上陸してないよな。お前たちなぜここに？あ、仙人たちだ。どうして軍玉閣にいるんだ？七星と喧嘩したって聞いたけど、もう解決したのか？互いの不満は一旦置いておいて、今は共にリーユエを守るべきだと、そうなったのよ。なるほどな。じゃあ何か案があるんだな。こんなにも距離が離れてるのに、あの渦の魔人をちらっと見ただけで息が詰まりそうだ。千眼軍の新兵たちは立ち上がることすらできないわ。上古魔人の威圧は一般人にとって有害なようね。だからこそあの化け物をリーユエコーに近づけさせるわけにはいかない。怖い。2000年前の魔人戦争はこんな敵と戦ってたのか。今ここにいる七星、千眼軍、それと仙人たちの力を合わせればあの魔人を倒せそうか。話し合ったけどそれはわからないわ。嘘だろ。でもリーユエを守る仙人と七星だろ。方法はないのか？方法はある。奇襲機の件で七星を悩ませたようだな。せっかく奇襲機を作ったわらわがこの場にいるのだ。仙人の装置、凡人には分かるまい。だがわらわが少し手を加えれば想像を超える改良もたやすいこと。これも仙人との縁かしら。ここにいる仙人たちも装置に戦力を注ぐことができるはずだし、これで新奇襲機で魔神と戦えるわ。善は急げ。今が決戦の時よ。作戦開始。仙人たちが奇襲機を操作してる。ファデューに邪魔させるな。動ける兵士は私についてきなさい。オイラたちも手伝うぞ。数千年ぶりに魔人との手合わせだね。さあ来い。お前たちの本気を見せてくれ。渦の魔人オセル、そのシールだ。我はよく知っている。注意して避けろ。攻撃を早めてますやるわね。この件が終わったらそうやすやすと許したりしないわよ。せやいやくれ攻撃が来るぞファデュイメ。もうダメなのかい？そんな。これで元気を出しておくれ。これって戦力？この光絶雲の間の時と同じ。うわあ、ビンバーヤの衝撃波だ。すごい。許さない。料理の時間。温度が低い。いけよ。我が名はド悪神君なり。キリンの血はあなたを守ります。安心して本気で戦ってください。魔人戦争の時も私はこうしました。こんな一面もあるのか。夜叉の名は敏捷を意味する。我が戦力を持ち我のように走れ。速すぎ強い魂と筋骨を持つ子供たちなら三種の戦力に耐えられるかもしれぬ。痛いかもしれませんが我慢です。適応したら使ってみるといい。師匠の技を食らいなさい。眠るのよ。みんな気をつけて。魔人の力はおそらく極限まで高まっています。つまりこれさえ耐えればあとは平気。そうだね。戻れ。へいとりゃよっやっうまりでしょう。はっそれやっ熱々でしょ。軍玉閣に登るファデュイが減ってるわ。もう少しの辛抱だ。ここが片付いたら仙人たちも安心して戦えるぞ。邪魔者は消えた。ようやく本気を出せる。気をつけろ。奇襲機が壊された以上反撃は厳しい。しかし軍力核は最後の砦です。いずれにせよもう後には。私に策があるわ。教皇様、それは。軍力核を放棄する。どういう考えで？分かった。旅人、助力を願おう。さらば我が友、今日の別れはいつかの再会のためでもある。で、終わったかな。あの不吉な気配は確かに消えたな。近畿滅却の札の力は永久ではない。奴は軍玉核によって再び古雲閣のもとに封印されたようだ。渦の魔人でも簡単には逃げられぬ。ご協力感謝します。皆様がここにいなかったらリーユエコーはどうなっていたか。今さら機嫌を取らなくてもよい。わらわたちとて偶然ここにいるわけではない。忘れたとは言わせぬぞ。龍雲や、そこまで言わなくてもよいじゃろ。行幸が商売を始めた時から限りある収入で軍玉閣の建設に取り掛かったと聞いた。最初は一部屋だけだったのに増築を重ね、今のような宮殿を作り上げたそうじゃ。彼女にとってあれは商人として、そして七世の支えとして、また彼女の人生そのものであるじゃろう。軍玉閣が壊れたのは彼女にとってはかなりの痛手じゃろうな。これほどの協力と犠牲は称賛に値するはずじゃ。いいえ、交渉の手段として使えることこそ誉れです。私のためにわざわざありがとうございます。皆様がここにいらした理由も分かってます。しかし、譲歩はできません。おや？3700年、皆様が帝君とリーウェを守る契約を結んでから3700年が経ちました。リーウェの土地は盤石のように固く、1000年前と少しも変わりありません。しかし、リーウェはまだ3700年前のリーウェというわけではないんです。この土地だけではなく、この都市、そして人々にも目を向けてください。我らの守り方を疑っておるのか。そういうわけではなく、先輩方にもう一度リーウェのために考えてほしいのです。先輩とはな。わらわたちにとって七星など先輩後輩もないわ。今朝帝君の夢を見ました。私は凡人だけど七星としての契約がある。歴代七星の積み重ねは必ず価値のあるものになる。帝君の導きのもと、私たちは人間の世界で必死に生き、貿易という名の契約の網を作ったと夢の中で彼に伝えたかった。でも目が覚めるまで何も言えませんでした。京子、傍観者としてお前たちはどう思う？そうだな、これはモンドで起きたこと。四風守護と風神の民の間の話だ。風神は彼らの対立を止めたかった。対立が残すのは心の傷だけ、メリットは何もないから。属性の七国、それぞれ難点があるのね。確かに簡単な道理だが、仙人として協力してくれた異邦人の行為を無駄にはできぬ。まあ、この年の人々に目を向けてほしいと行子も言ったんじゃろ。バーヤはそうした。あんたたちもしてみないかい？皆様、この度はありがとうございました。何者だ？千眼軍隊長愛眼礼を言いに参りました。これが最後の戦いになるかと思いましたが、皆様のおかげで最悪の事態は免れました。私は一兵士ですが、これからも全力でリーウェを守り、このご恩をお返しします。あれ、みんな元気ないね。あの怪獣を倒したのに。怖くなかったのかい？危なかったんじゃよ。怖くないよ。千眼軍のおじさんたちも、神の目を持つ大人たちも、あとリーウェのみんながいるもん。危険な時、みんなちゃんちゃんを守ってくれる。普段も美味しいものや面白いものを作ってくれるもん。あ、そこのお兄さん、守ってくれてありがとう。次の怪盗祭また来てよ。いけないな。え？いけない。我は仙人だから。そっか、仙人も大変だね。みんな、これが今の時代じゃ。契約の国は仙人に感謝せねばならん。しかしここ数年、仙人の力を頼らずともリーウェは安定しておる。凡人と呼ばれた人々は無力じゃが、思いは強い。神とリーウェの契約は昔のことじゃ。今はもうリーウェと人の契約の時代じゃよ。港にいるだけで違和感を覚え、しっくりこぬぞ。お前はどうだ、龍雲。わらわに聞くな。先に避難を言い出したのはわらわではない。あれ、仙人たちの雰囲気がなんだか変わったぞ。戻ろう。高馬大勢。ああ、高馬大勢の意図はわかるぞ。久しぶりのリーゆえ、記憶と大きく違う。私がここの契約を理解したとき、リーゆえはまた違う顔を見せるだろうな。まあよい、帰るぞ。皆がそう言うなら我も執着はせぬ。だが我らが去った後、リーゆえ七世が横暴な振る舞いをせぬか心配だ。さあさあ、昨月も戻るがよい。その監督の権利はリーゆえ万民に任せるんじゃ。人間と仙人の危機もこれで無事終了だな。あ、そうだ、まだ一つ解決してないことがあるんだった。この危機、孔子が魔人を呼び起こした理由は眼王帝君をおびき出すためだったよな。危機は去ったけど眼王帝君は姿を見せてない。あの神の死は一体どういうことだったんだ？